まだ暑い日があるものの、空気感は真夏の暑さとは変わってきていませんか？一足早く秋の空気に包まれている北日本では季節が前進しています。日本列島で一番早く紅葉が見頃になることが有名な北海道の大雪山系では、早くも紅葉が始まり、旭岳では見頃になっているところもあります。こちら大雪山旭岳ロープウェイさんからいただいたお写真ですが、紅葉が始まっていますね。オレンジ色に染まっているものなどが見受けられます。大雪山旭岳ロープウェイの担当者によりますと、今年の紅葉は早いスタートとなっていて、標高およそ1600メートルの散策路が見頃となっているとのことです。そして週間のお天気アイコン見ていきますと、紅葉の色づきは朝晩の冷え込みによって促進されます。この後の旭岳周辺の都市の気温を見ると、最低気温は15度を切る日が多くなっていますね。旭川など最低気温7度という日も見受けられますし、帯広でも9度などですね、10度を下回る日もありそうです。山の上では一桁台の寒さが続く計算になっています。まだ昼間は残暑が続くものの、朝晩の冷え込みによって着実に紅葉の色づきが進んで、連休にはさらに見ごろのエリアが拡大している予想です。アプリウェザーニュースでも紅葉のコンテンツをまもなくオープン予定ですので、楽しみにお待ちください。